11月25日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。普段とちょっと生活パターンを変えるだけで世の中が見えてくるっていうことがあるもんだなと、今週末、今週末、先週末、この議論は何回も過去やりましたよね。日曜日というのは週の始まりか週の終わりかと、もともとはキリスト教社会では聖書に書いてありますけれども、神様は6日間かけてこの世を作られて7日目に休まれたから、だから安息日でしょ。安息日というやつは6日働いた後でやってくるわけで、週の頭が休みなはずねえじゃんかって話なんだけど、日本のカレンダーは日曜日から始まってるやつ多いよなとかっていう議論に迷い込むと、昔の議論なんで、それとはまた別にですね、だから先週末と言った方がいいのかな、先週末ということにしましょうか。昨日日曜日で、一昨日土曜日、はい、で珍しいことに私、結婚してからはまあなくなったんだけど、それ以前はですね、私基本的に休みの日は朝近所のファミレス、今ファミレスの数もだいぶ減りましたね、近所のファミレスに行ってモーニングサービスを食べるというのが私の若い時の習慣でありまして、そっからさらに前は、はい、もうちょっと小汚いアパート、これが本当に小汚いアパートで、この話はね、5回ぐらいは、少なくとも土曜日の午後にやってた時代に何回かお話をした記憶はあるんですが、私あまり覚えてないと思います。そうですか。私がある時、とにかく会社の近所で夜遅くなった時のために、実際の家は別のところに、はい、まあ、この番組で何回かご紹介をして、ついには売りに出してしまった山の家というところが、はい、あれもともと私の家なんです、はい、私住んでたんですが、うん、ただまあそこまで帰るのが大変だし、冬場雪が降ったりなんかすると道が凍結して最後の斜面が登れなくなって帰れなくなっちゃうんで、局の近所になんか別の泊まる施設がいるよなと考えて、地元の不動産へ飛び込んで、すいません、そういう事情なんで緊急の時に寝るためだけのアパートを探してますから、とにかく安いの教えてくださいって言ったら、その不動産屋の親父がですね、ぐーっと台帳めくって、いいのありますよ、18,000円、これがね当時でもかなり安かったんです、18,000円、すごいですよこのアパート。何がすごいんですか。なんと屋根付きちょっと待って屋根のないアパートがあんのかと、屋根付きですよ、なんと、天井もついてるかもしれません、かもかいみたいなお前不動産屋なのに自分の扱ってる物件見に行ってないのか、行きましたがな、はいはい、木造2階建て、おそらく大阪大空襲で焼け延びたとは思えない地域なんで、大阪大空襲で焼け野原になった後、その辺の安物の木材をかき集めてきて建てたとおぼしき2階建ての古い、その時でもかなり古いギシガシいう、トイレ共同、当然風呂なし、ガスコンロ一つっていうようなアパートを借りたのでございますが、で年のうち何回かなんですが、そこへ泊まりに行くとね、これのお楽しみは翌日の朝起き出して、それこそもともとその柳波っていうか町自体が昭和の30年代の香りを色濃く残している町だったので、そこの、まあ、レトロ、今でいうところのレトロ喫茶ですか、今もレトロ喫茶なんていうもの自体がもう有楽町界隈だと全くなくなりましたけど、大阪でもね、ちょっと大阪市の中心部外すとまだありますけど、そうですか、はい、でその私がアパートを借りてたあたりにはまさに昭和の雰囲気を残す、はい、隣に銭湯があって、あ、いいじゃないですか、はい、なんか今もその銭湯もなくなり、道路の拡張でみんななくなりましたけどね、銭湯があり、その横の横ぐらいにレトロ喫茶があり、そこに朝から行くと、もうすぐおそらく天に召されそうなご高齢の方がっていう表現なんですか、まあ高齢のね、ただの新聞を読みにモーニングサービス250円、はいはい、トースト卵付きみたいな、250円で、
250円のモーニングサービスはそんなに珍しくないと思いますよ。そうなんだ、はい、250円だから、この 2,3 年で急激に物価上がりましたけど、その前、コロナ前は日本全国のちょっと大都会の中心を外すと250円から300円ぐらいで、トースト卵付きモーニングサービスはありましたね。今もうほとんどないのかもしれませんが、まあいずれにせよ250円トースト卵付きのモーニングサービスを食べに行くと、まあ地元のですね長老の皆さんがそこにすくってみんなで喋りながらタバコをふかして新聞を読むというそういう場があったんでございます。でそこからもう四半世紀過ぎ、久しぶりに、先週末私一人で家にいなくちゃいけない事情が生じたんで、朝起きてキッチン周りを探すというかですね、まあ、あんまりちょっとね地雷原みたいな感じがするんで、私自宅の大阪の家のキッチン周りは入らないことにしてんですよ。トラブルの元ですから。奥様ね、東京に関しては私が一人暮らしの家は、目つぶっててもどこに何があるか、冷蔵庫の中に何が残ってるか完璧に頭の中に理解してますから、今日帰りがけ、あ、キャベツとレタスがないから明日の朝のサラダを作るために今日帰り必ずスーパーに寄ってかなくちゃいけないなとか分かるんですけども、大阪は全く分からないし、キッチン自体に立ち入るのが怖いんです。もう立ち入らないことにしてるんで、どうするかというと、久しぶりにモーニングサービス中だって、この界隈に喫茶店自体がなくなったけど、あ、駅前にファミレスがあったなと。で前夜、前の日の夜にちゃんと下見をしてですね、朝の7時からやってるというのは確認しましたので、あ、この時間に行ったらモーニングサービスが食べられると、まあモーニングサービスぐらいどこでもやってるだろうと思って、駅の近所のファミリーレストランにポコポコ歩いて行きましたとさ、いろいろ勉強になりました。そんなに。まず朝7時からやってたんで、私が店を訪れた9時過ぎにはすでに営業中で、当然モーニングサービスというのがございました、で店の中に入っていくと、かつてレトロ喫茶店に常駐していたような、もうすぐ天に召されそうなご高齢の方がほとんどおらず、私の前後ぐらいの比較的若年層の高齢の皆さんで、身なりのきっちりした、昔々レトロ喫茶にいたような地元の人たちが集ってっていう感じじゃないんですね。ちょっと垢抜けた感じの、そんなに大した、もちろんファミレスですから高級店ではないんだけれども、おお、所得の比較的高い高齢者なのかなと思ったのは、メニューを見たら、だいたい700円台ですね今モーニングが、そうですか。だからトースト、飲み物、ドリンクは、ファミレスですからだいたいドリンク飲み放題じゃないですか、それにトーストに卵に、ちょっとだけベーコンとか、サラダとかがついてたりなんかするセットは、700円台ですね。モーニングセットも随分値段が上がったなと。こりゃだから昔ながらのレトロ喫茶に集っていたような高齢層の皆さんじゃ、これ毎日ここでモーニング中わけには経済的に無理なんじゃないかなと思いながらぐるぐる見渡していたら、まずここはそんなに驚かなかったのが、注文がテーブルの上の、パッド、パッドで注文するやつですね、でパッドでいろいろ注文しました。それは驚きませんでした。最後お会計が電子マネーでテーブルチェック、だからテーブル上で、例えばペイペイみたいな電子マネーでチェックができて、そこでもうとっとと帰れみたいなことをもうちょっと丁寧に、マシンに言われたりなんかするのでございますが、それは全然驚かなかったんですよ。何が驚いたかってですね、注文しました、パッドで、しばらく待っておりました、料理が運ばれてきました、運んできたのはロボットだったんですけど、なんか映像ではよく見ますけれども、いや、リアルにロボットが来たぞ。ロボットがで、50センチぐらい離れたところで突っ立ち上がってですね、もうちょっと優しくしてあげてください、とっとと取れっていうわけですよ。ロボットが、わかりました、取って、でなんかじっとしてるんですよ。なんでこれ向こう行かないのかと思ったら、最後伝票取らないと向こう行かないんですね。あ、なるほど、ね、伝票取るとですねくるっと向こう向いて去っていきまして、で最後お会計もテーブルの上でボタン一つじゃないですか、結局店に入ってから出るまで誰とも会話せず、へー、
ファミレスですよね。ファミレスです、まあ、普通のファミレス、どこにでもある普通のファミレスです。それで買える、ね、夜の時間帯どうしてるのか知りませんよ、ただ朝はパッと見たら従業員の方はいるにはいるんです、はい、女性が一人いたかな。だからもしかすると結構でかい店なのにワンオペに近い形で営業が行われているのかもしれません。調べましたよ、いろいろ。このロボット一体いくらぐらいなのかしらと、買うとですね、100万円から300万円ぐらいの間で、レンタルだと10万円よりちょっと安いぐらい、月額。でも月10万円か、人を雇うよりは安いってことなんだろうな。経済合理性っていうのはこういうものなのかな。で、何を一番思ったかというとですね、高齢になって朝のモーニングをファミレス行って一日誰とも口聞かないっていうのが、別に高齢者に限らず若い人でも一日誰とも口聞きませんって昔からこれよく言われたんですが、その一日誰とも口聞きませんの中には喫茶店のおばちゃんのおはようとかですね、いくらとかそういうのには入ってないわけです。それは会話のうちに含まれてないんですね。だから当時会話がないとは言いながら人とのリアルなコミュニケーションというのはわずかにはあったんですが、今も一切リアルに一日中人間と口聞かずに終わっちゃうっていうことが十分可能な世の中になってると。はいはい、やっぱ料理ロボットが運んできた時にはこんなことになってるんだ2024年11月と、びっくりですね、はい。それがたまたま先週末一人で家を迎えて、一人で家にいて朝飯久しぶりにモーニングサービス食いたいなと思ったのが発端なんですが、なんでもね、ルーティーンと違ったことをちょっとやるだけでね、見えてくる世界がありますから。発見がありますね、はい、確かに。皆さん毎日毎日同じことの繰り返しではなくて、ふっと今日はそうだ、めったに行ったことないけど公民館に新聞読みに行こうとかね。あ、ちょっとね、脇道それてみると、これだとお金かかりませんから、うん、そういうのを一つ皆さんいかがですか。そうですね、というご提案です。いいと思います。新しい発見はね、脳を活性化させますしね。でも250円でモーニングサービス、30年前ならまだ相当あったはずですけどね。だこの30年間でいかに日本の物価が変わったかということでもありますね。激変してるんですね。はい、びっくりです。さあ、ズームそこまで言うか。この後は最新の株と為替の情報をお伝えいたします。お知らせを挟んでズームフラッシュでは週末から今日にかけてのニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナー、ズームオン。まず4時台ではアメリカのトランプ次期大統領が異例のペースで人事を進めています。その顔ぶれから新政権のどんな狙いが見えてくるんでしょうか。アメリカ政治に詳しい明海大学教授の小谷哲夫さんに今日はお話を伺います。で、5時台では政府が年収103万円の壁の引き上げを盛り込んだ新たな経済対策を閣議決定というニュースにズームします。そして番組のエンディング、今日月曜日ですから番組5時35分までお送りします。そのちょっと前ですね、29分ぐらい、ズームオンミュージックリクエスト、ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りしていますけれども、じゃあ辛坊さん、今日のお題は、ロボットが食事を運んできた時に聞きたい曲。ロボットが食事を運んできた時に聞きたい曲、まあ、いろいろ想像できそうな、はい、ちょっと発想が広がりそうなお題なんで、普段そのレストランに行ってる人たちは何の驚きでもないのかもしれませんが、初めて経験するとちょっとびっくりします ね。で、最初から最後まで人と口聞かないっていうのはね、はい、ちょっとびっくり、一切ゼロです。さあ、選曲の理由も書いてね、送ってください。メールは zoom@1242.com、 X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。では続いて、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報をガイタメ .com 総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さん、よろしくお願いします。はい、ガイタメ .com 総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は先週末金曜日と比べて496円29銭高い
38,780円14銭で取引を終えました。トピックスは 19.07 ポイント高い 2715.60 ポイントで取引を終えています。円相場は現在154円30銭付近で取引されています。東京市場の円相場は先週金曜日のクローズレートから60銭ほど上昇した水準でオープンしました。アメリカの財務長官にヘッジファンドを率いるベッセント氏を指名したことを受け、トランプ次期政権による過度な政策は採用されづらくなったとの見方からドル売れが優勢となっています。一時153円台半ばへ上昇する場面もありましたが、その後は日本株高などを背景に円売りに傾いています。ベッセント氏は先日、ドル安は経済の一部にとってはいいことだが、トランプ氏の提案の中にはドルの価値を押し上げるものもあると述べていましたが、先ほどトランプ氏の公約の減税や関税などの実現が政策優先事項と発言したことが伝わりました。引き続きトランプ次期政権での政策をめぐり、関係者の発言などが注目されます。以上、株と為替の情報をお伝えしました。上原さん、はい、アメリカの財務長官にヘッジファンドを率いる人という話なんですけども、はいはい、その上原さんのような業界にいると、そのヘッジファンドを率いる人みたいな人は、はい、すぐ名前と顔が一致したりなんかするもんですか？そこまでですね、対面させていただく機会もありませんので、はい、すぐパッと浮かぶっていうところではないですね。はい、ちょっとなんかちょっと安心したって言うと申し訳ないですけども、はい、そう、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ロシアの侵略を受けるウクライナが来年4月に開幕する大阪・関西万博に参加する方向で調整が進められていることが23日に分かりました。161の国や地域が参加する万博を通じて復興に向けた取り組みをアピールするとみられます。ロシアのプーチン大統領が23日、ウクライナ侵攻に加わる兵士らが抱える借金を1000万ルーブル、日本円でおよそ1480万円を限度に返済免除とする法律に署名しました。兵員を確保する施策の一環とみられます。兵庫県議会の不信任決議で失職した斉藤元彦知事が出直し選挙で再選したのを受け、日本維新の会の吉村博文共同代表は昨日、議会の自主解散を含め維新が取るべき方向性を示す必要があるとの考えを示しました。イランがイギリス、ドイツ、フランス、EU と29日にスイスのジュネーブで核協議を開く方向で最終調整に入ったことが分かりました。複数のイラン外交筋が24日共同通信に明らかにしました。中東のメディアが24日レバノンの新イラン民兵組織ヒズボラがイスラエル各地に向けてロケット弾200発以上を発射したと報じました。イスラエル軍によるレバノン地上侵攻が始まった9月末以降で最大規模の攻撃とみられます。京都市で2019年ALS 筋萎縮性側索硬化症の患者の依頼に応じ殺害したなどとして嘱託殺人罪や別の殺人罪に問われた医師の大久保義和被告の控訴審判決で、大阪高裁は今日、懲役18年とした一審判決を支持し、弁護側の控訴を棄却しました。2019年の東京池袋の乗用車暴走事故で自動車運転処罰法違反の過失致死傷罪で禁錮5年の実刑判決を受けた飯塚幸三受刑者が死亡していたことが今日関係者の取材で分かりました。死亡したのは10月で老衰とみられます。さて、ニュースの項目順に一言ずつ喋っていこうと思いますが、ウクライナ、まあ、ロシアと戦ってるっていうか防戦してるっていうか領土を守ってるというか、ウクライナ、
あの今もうそれどころじゃないので、うん、万博にお金なんか下げないよということで大阪関西万博に出るっていう話はなかったんですが、ここへ来て、やっと調整ができてですね、万博参加したいと、はい、でおそらくあのタイプ B タイプ C って言ってあの独自に各国が自分のプランニングでお金を出して建物を作るのがタイプ A って言って、これが40数カ国あるんですけど、タイプ B タイプ C はまあ日本政府が作ってそこにまあいや入ってテナントとして入ってねみたいな、そういうので、タイプ B とタイプ C は何が違うかというと、一番違うのは面積で、タイプ B っていうのが300平方メートルぐらいあるからかなり広いんですよ、一区画が。タイプ C っていうのが80平方メートルぐらい。80平方メートルってどのくらいかというと、今都心部のマンションの1億円超えてると言いながら、今ファミリータイプでも70平方メートルぐらいなんですね。ちょっと昔はやっぱりファミリータイプって言って80平方メートルぐらいの時期だったことがあったんですが、今都心のマンション70平米で1億超えですから、そうですね、話違ってきたぞ、まあ、タイプ C というのはまあそのそれぐらいの広さです。80平方メートルぐらい、どっちになるかまだ発表されてませんけれども、ウクライナがまあ国際社会にですね、はい、やっぱりあのどっかのタイミングでトランプ政権誕生すると停戦後の国の復興、国の復興のためにはやっぱり外国から資本を導入してというようなことで、ウクライナの今の立場を世界にアピールする場になりそうだ。だけどね、思えばですよ、ここへ来て、はい、割と東京のメディアはあんまりやってないのかな、関西ではですね、万博に対する比較的好意的なニュースも増え始めて、直近の話題でいうと、あの全長2キロの巨大な木製の大きなリング、はい、あれがつながって、うん、ライトアップこの間始まったというか、うん、試験テントが行われたっていうのが結構ニュースになったりなんか、はい、私この間あれの上に乗りましたけど、やっぱとてつもない建造物ですよあれ、これすげえわっていうものなんですけども、なんかあの兵庫県の斉藤知事の時もそうですけども、なんかメディアっていっぺんなんかネガティブな報道を始めちゃうと止まらなくなっちゃって突き進むって、万博に関しても一時期そういうタイミングがありましたけれども、うんうん、ようやく、まあ、万博に関してまだあの開幕まで半年ありますから、これからどうなるか分かりませんけれども、一旦あのメディアの行動として正常化したかなという感じはいたします。その次のプーチン大統領、とにかくですね、そのプーチン大統領ウクライナに兵士を送ってるんだけども、今までで一体何人殺したかっていうと、すで、うん、に7万8000人ぐらい死んでんじゃねえって話があるわけですよ。7万8000人ってどのぐらいかというとですね、はいはい、あのイラク戦争っていうのがありましたね、うん、でアメリカ兵がたくさん殺された映像はもう映画その他で皆さんご存知だと思いますが、あのイラク戦争全体を通じて死んだアメリカ兵が4486人とかなんです。あ、そうなんですか。5000人いってないんですよ。で、うん、すでにウクライナ戦争でロシアが殺した ロシア兵だけで7万8000人とか言われてるんですよ。ベトナム戦争ですらね、あの長いベトナム戦争全体を通じて死んだ米兵って6万人もいないんですよ。だけどあんだけ兵士が死んで帰ってきて、ね、兵隊のトラウマだとか家族だとかっていう、うん、皆さんご存知の光景があるわけですが、それよりもたくさんの人がこの2年半のうちにロシアの兵隊だけで死んでるんです。で、兵隊が足りなくなって最近北朝鮮の兵隊まで動員すると、ほいで、まあ、あのロシアの田舎、まあ、ロシアの田舎って言っていいでしょうね、真ん中辺に行って、とにかく兵隊に行ってくれりゃ、あの1500万円ぐらいまでの借金帳消しにするし、すぐに300万ぐらい上げるしみたいな、結構喜んで報じる人いるらしいですけども、だけど命と引き換えだからなこれね。えでも行かざるを得ないっていう方はね、いかにロシアのプーチン大統領が、まあ、あの戦局ではロシアがウクライナに勝ってるというふうに報道されてますが、うん、はい、でもすでに7万8千人もロシア兵殺しちゃって、あのメディアがちゃんと伝えないので、うん、国民の雰囲気わからないんですが、ロシア領内では相当ネガティブな空気も広がってるだろうな、うん、だって遺族とか復員兵とかいっぱいいるでしょうから ね、 そうですね、と思います。はい、ズームオンでした。11月25日月曜日、時刻は午後4時4分を回っています。日本放送から辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、メールをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。辛坊さんがね、ファミレスに行って誰とも口を聞かずにね、
出てきたという、そうするとちょっと変屈者みたいです、いやいや、それなんか嫌な客みたいじゃないですかそうじゃなくて、制度的にそうなっているという、そういう話です、はい。静岡県静岡市の清水の正樹さんはですね、最近店員さんと口を聞かないことも多いような気がします。回転寿司や牛丼屋さんもほぼタブレット注文で済みますから。そうなんですよね、ちょっと戸惑っちゃいましたけど私も。最近いつも使っているスーパーが一気にセルフレジになりました。セルフレジは空いているので、さっさとそちらで会計を済ませる方が楽な私、別に人とのコミュニケーションを拒否しているわけじゃないんですけれども、だらだら並ぶのはタイパが良くないかなと思ってしまいます。タイムパフォーマンス、はい、まあ、おっしゃる通りですけど、私は未だにね、ダメなんですね。抵抗があるから人のいるところのレジに並んじゃうんですね。なんかセルフレジできないわけじゃありませんよ。もうセルフレジしかない店もありますよね。そうですね、あの全国展開、いや世界的に展開している衣料品店なんかカゴに入れただけでタグで値段計算しちゃうっていう、まあ、もう基本あそこしかしょうがないんで、うん、まあ、セルフレジしかないところ ではセルフレジで買い物しますけれども、はい、有人レジのあるところではね、嫌なんですよ、あの無人のレジのところがね、なんかね、うん、万引きしてるわけじゃないのに万引きしてるような、なんか目線で見られてんじゃないのかっていう、うんうん、人が立って見てますかね、今のところ一応ね、でも慣れでしょうねこれもね。そう、だんだん私あれ楽しくなってきました、ピーって自分でやるのが。あ、そうですか。なんかほらおままごとのピーってやってる感覚ですね。一時期ね、うん、おままごとのセットとのおもちゃで、はい、あのバーコードでピッてやるのが流行った時代ありましたね今から20年ぐらい前かな、ね、はい、ありがとうございますそれから63歳の愛知県一宮市の愛知の A、63助さん、モーニングといえば私の地元はモーニング発祥の地と言われ、今なら400円のコーヒー代だけでトーストゆで卵サラダがつきます。もっとすごいお店だとさらに茶碗蒸しや味噌汁うどんがつくところもありますよあるある、あの名古屋、愛知県の ね、モーニング、私ね割とあの中京地区のモーニングが好きなのは、トーストの上にねあんこ乗っける文化があるんですよ、あの辺。へえ。あ、へえですか。私ね、あのトーストの上にバター塗った上であんこを乗せるのが、はい、好きなんです。そうやって出てくる。名古屋界隈だと当たり前にありますけれども、それ以外の地域だとないことはないけど珍しいですね。そうですね、はい、美味しいですよね。でね、またモーニングと言いながら一日中モーニングサービスをやっている喫茶店もあります。愛知ですか。そうですね、あるある。なるほどね、あるある。でも美味しいものね、安くまとめて食べられるんだったら、はい、一日中やっててもね、そうですね、それはありがたいですね、うんうんうん、どうもいろいろ皆さん情報恐縮ですありがとうございます。まだまだメッセージお待ちしておりますので、メールで送ってくださる方 zoom@1242.com、 X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームまでお願いいたします。で、今日のエンディングにお届けするズームオンミュージックリクエスト、お題はロボットが食事を運んできた時に聞きたい曲です。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。さあ、この後はアメリカのトランプ次期大統領が異例のペースで人事を進めています。その顔ぶれから新政権のどんな狙いが見えてくるんでしょうか。アメリカ政治に詳しい明海大学教授の小谷哲夫さんに伺っていきます。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。アメリカのトランプ次期大統領が異例のペースで人事を進める。来年1月20日に就任するトランプ次期大統領ですが、今月5日の大統領選挙から2週間余りで新政権の顔ぶれが出揃う異例のペースで人事を進めています。前回の政権の時には主要閣僚の指名に1ヶ月以上を要しましたが、名前の挙がる顔ぶれから専門家はトランプ次期大統領のどんな思惑を感じ取るんでしょうか。この時間はアメリカ政治に詳しい明海大学教授の小谷哲夫さんにお話を伺います。今日電話のご出演になります。小谷さん、お忙しい中ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。トランプ次期政権の
まあ、日本流に言うと閣僚というかですね、長官というか、人事がだいぶ固まってきましたか？そうですね、あの主要な閣僚についてはもうほぼ名前が出始めていますので、あとはその下ですね、副長官ですとか、さらにはその政府の局長級レベル、これをあと1ヶ月ぐらいかけて決めていくことになると思います。今まで出ている名前をざーっと見て、まあ私なんか知ってるのはイーロン・マスクぐらいしかいないんですけど、それ以外の人たちはどんな印象ですか？基本的にはトランプ氏に忠誠を誓う人たちで固められているなというふうに思います。実際選ぶ際にもトランプ氏の長男ジュニア氏が、まさに門番のようになって、各候補がトランプ氏に忠誠を誓っているかどうかチェックした上で決めているということですので、トランプ氏のやりたいことを実行する人たちを今政府の閣僚として選んでいる段階だと思います。どうですか、1期目と比べて何か特徴ありますか？もうあの一番大きな違いは、あの1期目はトランプ氏も実は自分が勝てると思っていなかったと言われていて、はい、あのこの閣僚を誰にするかということを十分考えていなかったんですね。でその結果選挙に勝ってから、あの自分の周りにはほとんど人がいないので、まあ、従来 の、 その共和党の主流の人たちの中から閣僚の半分近くを選ばなければならなかったんですけれども、その結果トランプ氏をやろうとすることでことごとく反対をされてしまい、解任とか辞任というのが続いたわけですね。で今回はもうそうならないように、あの4年あの経験していますから、もうあの自分の、やりたいことを邪魔しない、まさに忠誠を誓う人たちで周りを固めているということです。なるほど。でどうなんですか、その今話にちらっと出た、共和党の、従来の主流派の人たちって何か動きはあるんですか？もうこの人たちは基本的にこのトランプ政権に入れないということを分かっていますので、あの政権に入りたいと言って、動いている人は今いないですね。となると基本的にあの共和党主流派としてはお手並み拝見というぐらいな感じですかね？共和党自体があのもうかなりトランプ党化しています、はい、半分ぐらいがあのやはりトランプ氏の党と言ってもいいぐらいになっていますので、トランプ氏に立法協議を置いている人たちもまだ半分近くはいますけれども、そういう人たちはあのトランプ氏がこう、うまくやれるのかというのを見ているところだと思います。なるほど。さてすでに名前が上がっている人たちを一人一人確認していこうと思いますが、まず誰にしましょう？先ほどお名前が上がった、あの名前が上がったイーロン・マスク氏ですかね。はいはい。その政府効率化省という、未だに実態がよくわからないものの、トップの一人になるということですけれども、基本的にやろうとしていることはその政府の無駄遣い、これを削減するということと、それから規制緩和というふうになっています。ただ本当の狙いはトランプ氏やトランプ氏の支持者が言うその闇の政府ですね、ディープステートと呼ばれるものの解体だと思います。つまり彼らはそのアメリカの政府というのは民主党が実は裏で操っていて、彼らが自分たちの利益を上げるために無駄遣いをしている、あるいはさまざまな規制を行っているというふうに考えていますので、この無駄遣いを減らすと、あるいは規制を緩和するということは、本当に民主党から、その民主党ジャンル政府から、アメリカ国民に政府を取り戻すんだと、いうことで、それはまさにマスク氏が率先してやっていくことになるんだと思います。なるほど。ディープステートっていうのは、選挙中にもたびたび話題になりましたが、闇の政府というふうに日本語に訳すんでしょうかね。それってどうなんですか、アメリカの政権がトランプさんに変わったら自動的に権力震えなくなるというような構造のもんでもないんですかね？政府、アメリカでは政権が交代すると、政府の、局長レベルですね、局長レベル以上は大統領が指名をします、はい、でそうなれば、大統領に忠誠を誓った人が多く指名されますが、
その下に関してはキャリア官僚が控えておりまして、彼らは政権が変わっても基本的には動かないんですね。はいはいはい。まあ、それによってその政府の政策に一定程度の継続性というものが保たれるんですが、まあ、トランプ氏やそのトランプ氏の支持者たちはこのまさに動かないキャリア官僚たちは実は民主党に操られていて、民主党のための政治をやっているというふうに考えているわけです。なる。実態はどうなんですかね。まあ、これはもう典型的な陰謀論ですので、実態はそうではないんですけれども、かなり、多くの人たちが闇の政府が存在すると信じているのも実情です。となると、トランプさんに今回票を入れた人たちの一定数はそのディープステイトの闇の政府の解体をしてほしいということなんだけれども、そもそもないものは解体しようがないわけで、どうなんですか、そのあたりトランプ政権になってから、トランプさんを支持した人たちの不満が高まるような可能性っていうのはあるんですかね。まさに、この政府効率化省は政府の無駄を見つけてそれを減らしていく、それから不必要な規制を緩和するということですけれども、それを言ってみれば政府の職員が不要になるということなんですね。ですからトランプ氏に忠誠を誓わない人たち、彼らは無駄遣いをしている、無駄な規制をしているということで、無駄の支出を減らすということはこれらの職員の首を切るということなんです。なるほど。そうすることでまさに闇の政府を解体するしたんだということを支持者にアピールしていくことになると思います。なるほど。いや、私去年だか一昨年だかちょっとわからない、忘れましたけど、イーロン・マスクさんの公式電気っていうのが、日本語訳も出まして、ちょっとまあ読んでみたらですね、イーロン・マスクがロケット打ち上げようとするとものすごい量の文章で許可を求めた上に、この頻繁にロケット打ち上げると環境に悪いからもう当分打ち上げ認めないとかっていう、そういう壁にぶち当たってむっちゃ頭にきたみたいな話が要所に出てくるんで、官僚国家というと、まあ日本なんか典型的な官僚国家だと思われてますが、やっぱアメリカもそういうところはあるわけですね。特にその人の命に関わるような問題ですとか、その環境問題に関しては政府はかなり規制をしていますし、まあ、とりわけ民主党政権下でそういう規制というのは強化されるわけですけれども、マスク氏が闇の政府の存在を本当に信じるかどうかというのはよく分かりませんが、少なくともマスク氏 の、そのスペース X ですとか、あるいはそのテスラも自動運転をやりたいんですけれども、政府の規制がなかなかできないということですので、マスク氏の事業をやりやすい環境を作るという点では、マスク氏もこの政府効率化省から利益を得ることになるんだと思います。なんか漏れ伝わってくるところによると、当選以来ほとんどの場にイーロン・マスクさんがいて、トランプ政権、第二次トランプ政権はなんか影の主人公がイーロン・マスクの政権だみたいな、そういう報道もあったりなんかするんですが、どっかでなんかぶつかってっていうようなことは考えられるんでしょうかね。まあ、今のところそういう感じは見受けられません。トランプ氏もかなりマスク氏を信用しているようですし、そのゼレンスキー大統領含めて、その海外の首脳との電話会談にも同席させているということですから、単にその選挙期間中にこう献金してくれた、応援してくれたということを超えて信頼関係があるんだと思います。なるほど。まあ、もちろんトランプ氏のことですから、どこかでマスク氏とぶつかるということも可能性としては否定できないと思いますけれども、今は、まあ、まさにこの2人が共同大統領のような形で振る舞っているというのが、トランプ氏側近で言われていることですね。なるほど。さて、続いて誰を挙げてくださいますか。何人かいるんですが、まあ、一番危ないと言われていたマット・ゲイツ氏、これは司法長官に最初指名された人です。なんか女性との関係の疑惑があった人ですね。そうですね。で、まあ、彼は辞退をしましたので、その次に危ない人が、
そのアメリカ の、 その情報機関のトップ、国家情報長官に指名されているタルシー・ギャバードという人がいます。はあ、で彼女はもともと民主党の議員だったんですけれども、まあ、民主党を、まあ、いわば裏切って、今回トランプ支持に なったんですけれども、今いろんな噂のある人で、まあ、何よりもまず、プーチン大統領を信望していると、信者なんですね、でもうあるいはもうロシアのスパイではないかというふうにも、言われている人なんですが、そういう人がアメリカの情報機関のトップに今回指名されている。それって情報長官っていうのは CIA の長官とは違う人ですか？あ、違います。その CIA も含めて CIA ですとか FBI などその情報機関というのは17あるんですけれども、はい、それを取りまとめるトップですね。ということは CIA の長官や FBI の長官よりも上の人ですか？そうです。その人がロシアのスパイ疑惑のある人って具合悪いですね。それこれは本当に具合が悪くて、でその彼女の、まあ、海外渡航歴というものに関してもアメリカの情報機関がかなり懸念を抱いているんですね。プーチン氏ともおそらくかなり何かしらの関係があるし、シリアのアサド大統領に直接会いに行っているということがあるので、まあ、情報機関から目をつけられている人が情報機関のトップに立つという、まあ、とんでもない人事なんですけれども、まあ、さすがにここは共和党が上院で多数を今回占めていますけれども、さすがにこのギャバード氏を指名することはないだろうと言われていますが、ちょっとどうなるかわからないというところですね。どうなんですか、閣僚人事に関して、まあ、上院の、採決が必要だというのがある一方で、大統領の権限で着任させることもできるという説もあって、本当はどうなんですかね、この辺。一つ裏技がありまして、はあ、閣僚を承認するのは上院なんですが、ええ、上院が10日以上休会に入って、はい、いる場合、大統領が閣僚を任命すれば、2年間はその上院の承認なしにその人物が閣僚として、役割を果たすことができるというのがあります。で大統領にその上院を強制的に休会させるという権限もありますので、これを、まあ、組み合わせれば無理やりこのギャバード氏でも閣僚にまず2年間という限定ですけれどもなれるという裏技はあります。でこれは実はトランプに限らずこれまでの大統領も毎回これを使ってるんですね。はあ、だからトランプ氏がやってもおかしくはないんですが、まあ、ここまで疑惑付きの人物を閣僚にするというのは、まあ、相当政治的な問題を引き起こすのではないかと思います。そうでしょうね。だって他の長官と違って FBI、CIA を束ねるところの長官ということになると、アメリカの持っている情報を全部アクセスできる人物に短期間でも鉄国のスパイかもしれない人間がついたらえらいことですわね、それ。でしかもこの情報長官というのが毎朝大統領が受ける、機密情報のブリーフを作る人なんですね。はあ、責任者なんですね。でトランプ氏に、偽の情報をアップする可能性もあるので、これはかなり危険な人事だと思います。なんでそんなやばい人物をわざわざそういうところに据えるっていうふうにトランプさんはなったわけですか？まあ、トランプ氏は前回2016年の時もロシア疑惑というのがあって、まあ、ロシアと連携をして、選挙に勝ったんだという、まあ、噂があったんですね、はい、でその頃からアメリカの情報機関と仲が悪いんですよ。ははでしかも大統領辞めてから、訴追をされていますよね、トランプ氏によって、だからいわば敵なんですね。はこの敵を、まあ、潰すためにそのトップに自分 の、 まあ、思い通りに動かせる人を置きたいという狙いがあるんだと思います。ほほう、これはどうなるか見ものですね結構。まあ、まずその
承認がどうなっていくのか、というところが注目点だと思います。日本は国会の日程が例えば通常国会半年とかってなんとなく決まってますけど、アメリカは基本的に通年国会ですよね。だから上院でも必ずこのタイミングで休みに入るってないんですよね。夏ですとか冬ですね、クリスマスとかサンクチュアリ、これはもう大体休みに入るんですけれども、その休会については、その議会のトップが決めることになります。さて、2人説明していただきました。あと1人ぐらい説明していただく時間があろうかと思います。どなたにしましょう。ジョン・F・ケネディ大統領の甥、ロバート・ケネディ・ジュニア氏、彼が今回厚生長官ということで、医療などの政策を携わることになるんですけれども、彼自身はもともと環境問題を専門する弁護士で、環境活動家なんですが、そこからだんだん陰謀論にはまっていき、まさに反ワクチン運動、これを積極的に展開している人物ですね。彼はそのワクチンが小児病を引き起こす、その小児病のワクチンが自閉症を引き起こすというような根拠のないことを言っていますし、コロナのワクチンに関してもあれは危険であるということを言っていました。そういう人がまさにそのワクチン行政のトップに立ちますので、アメリカは結局コロナの時もワクチンを先に開発したわけですけれども、反ワクチンの人がトップに立てば、今後何かしらパンデミックが起こった時に、アメリカがワクチン開発をしないとか、あるいは国民にワクチンを受けるなという政策を出すかもしれません。今その国際的なその感染症対策って日本も含めてみんなでやってるところですけど、そこからアメリカが引くというのは、大きな問題になるのではないかと思います。確かにパッと聞いただけでも確かにケネディさんの追いだかなんだとかは反ワクの陰謀論者だったけど、反ワクの陰謀論者厚生労働大臣、日本でいうと厚生労働大臣、それはやばいんじゃないかと思いますよね。そうですね。ケネディ家、アメリカでは名門ですけれども、ケネディ家からもうこのケネディジュニア氏はもう絶縁されていますなんかまだまだ一波乱二波乱以上の波乱がありそうなんで、小谷先生、今日は忙しい中出ていただいてそろそろ時間なんですけど、またいろいろ教えてください。ありがとうございました、どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。明海大学教授の小谷哲男さんに伺いました。ズーム日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。飯田浩司です。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。11月25日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。もう外真っ暗ですよね。本当に今日の日の入りはね、4時29分ということなんで、もうね日が入ってるから30分以上前ですか。そうそれは真っ暗になりますね。でも西の方で明るいところはまだあると思いますよ。まだね、沖縄方面とか、あそこまで西行かなくても多分まだ明るいよっていうところはあるだろうと思いますね。本当に日本って長いですよね、
さあ、ズモミュージックリクエストご紹介してまいりますが、今日のお題はロボットが食事を運んできた時に聞きたい曲、辛坊さんのねファミレスの体験談からです。まずは埼玉県飯能市のエビーロボタンさん、モーニングセットを召し上がったということなので、モーニング娘。の曲はいかがでしょう。なるほど、ね、そしてロボットはマシーンですね。ですね。ラブマシーンをリクエストします。うまい、うん、ありがとうございます。群馬県伊勢崎市63歳の町圭さんは、辛坊さん、そうなんですよね、時代はどんどん流れていくんですよ。流れていきます、はい、テレサテンさん、時の流れに身を任せ、切ないですね。そして横浜市港北区65歳の方ですね、マナロワイヤルさん、ロボットが食事を運んできた時に聞きたいのはこの曲です。今時食事を運ぶロボットに驚いていたら時代遅れって言われるんでしょう ね、ということで、川島英吾さん、時代遅れ、ちょっと前の私のカラオケ定番曲でした。一度ね聞いてみたいですよ。カラオケ行くこともなくなりましたからね。あ、減りましたね、はい、でも皆さん行ってるんですかね、若い方とかね。あ、昨日どっかのねスナックの前で、立ち止まったら上りが出てて、うん、上りにカラオケありますって書いてあった。やってんだカラオケ、はい、ね、盛り上がるのかもしれない。大阪市北区にお住まいのコズミックコードさんは、ロボットには体温がないので、このテクノポリスという曲の無機質な感じがロボットと一体化してイメージにそうぴったりかと思います。そういうイメージでしょう ね。去年とあるサービスエリアで、やはりロボットが配膳に来て初めての経験でびっくりしました。なんか私たちのテーブルから離れて戻っていく後ろ姿がけなげに見えて胸がざわつきました。わかる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 、おいおい、ちょっとそんなに簡単に行くな。ちょっとここで話でもしよう。うん、けなげですね。ポンポンってやりたくなる。YMO でテクノポリスリクエストいただいてます。それから栃木県の梅干し小僧さんはですね、65歳の方。配膳ロボットが導入されているお店が増えてきましたが、そのうちそのロボットと会話もできるようになるかもしれません。なるでしょうね。今だっても私あの人工知能と会話するのが日課ですから。まだやってるんですか。時々、はい、あ、そうなるとね、一人でいても寂しくないかもしれません。いや、そういう問題じゃないような気もするんだけどな。、うん、リクエストは榊原郁恵さんのロボット。榊原郁恵さんにロボットっていう曲があるんですか、ね、ロボット知ってます。わからん、誰も私の周りでは誰も、はい、はごめんなさい、はい、それからね、広島県のテフテフさん、61歳男性の方、ロボットといえばこの曲です。スティックスのミスターロボットリクエストします。スティックス、アメリカのロックバンドです。壮大なイントロの後に突然、どうもありがとうミスターロボットと日本語の歌詞で始まるので、はい、なんで空耳、どうもありがとうミスターロボット、不思議に思った記憶があります。そうですね、アメリカの曲で、だからね、うん、この曲が流行った頃ってやっぱりロボットっていうと日本のイメージだったんですよ。はいはい、あ、なるほど、だからどうもありがとう、はい、だからどうもありがとうミスターロボットなんですね。あ、聞いてみますか、久しぶりに。いいですね。じゃあスティックスミスターロボット、はい、ではエンディングでお届けいたします。今日番組は5時35分までお届けいたしますんで、5時29分過ぎぐらいからになるかと思いますけれどもね、お待ちになってください。さあ、まだまだあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、 zoom@1242.com までお寄せください。日本放送がお送りしています、ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。政府が年収103万円の壁の引き上げを盛り込んだ新たな経済対策を閣議決定。先週金曜日、政府が臨時閣議を開き、物価高対策などを盛り込んだ総合経済対策を閣議決定しました。電気・ガス料金の負担軽減策の再開や、住民税非課税世帯への1世帯当たり3万円の支給のほか、国民民主党が求める103万円の壁の対策を行うことなどが明記されています。まあ、この番組でも何回も申し上げたように、103万円の壁を金額引き上げるのは当たり前の話で、なぜかというと103万円という金額に落ち着いたのが今から30年前、正確に言うと29年前で、冒頭今日番組でモーニングサービスの値段を
お話ししましたけれども、はい、おそらく今から30年前この103万円の壁が103万円に固定された頃ってモーニングサービス250円ぐらいのところは結構ありましたよ、うん、今もさっきのメールじゃないですけど400円ぐらいが喫茶店でファミレスでも700円前後という時代になってますから、つまり今から29年前の103万円って今で言うと例えば90万円とか80万円なわけですよ。本来となるとどういうことかというと、当時29年前に課税最低限103万円より下の所得の人は税金を納めないでいいですよっていうふうに決まったんですが、でも年々課税最低限が引き下げられているのと同じ意味なんで、本来ならば税金払わなくても昔だったら良かったぐらいの所得の低い人たちが税金払わされてて、所得の高い中たってですね、日本の今所得の高い人って世界的に見たら本当に貧しい所得だなっていうのが今日ね、いつもご紹介する夕刊日本経済新聞、夕刊日本経済新聞はどうも社会面の紙面作りをしている人に鳥取県との関係があるのではないのか疑惑があるので私注目してるんですが、日本経済新聞の今日の夕刊の一面に出てる話なんですけども、マサチューセッツ工科大学って知ってます？有名ですね。 MIT っていうまあアメリカでも屈指の理科系の名門大学ですが、ですね、来年の秋から学費をですね免除すると一部の学生で対象になるのが親の年収が20万ドル3100万円以上の世帯は以下の世帯は世帯の出身の学生は学費ただ3100万円ですよ、ボーダーラインが。それで年収10万ドル以下だから日本円で1550万円、親の年収が1550万円の場合、はい、それより下の場合は授業料ではだけではなくて住居費食費なども全部免除、基準がそんなに違うんですか？この3100万円以下って日本だとまあ相当なエリートサラリーマンでもそんなに取ってないよね。そのだから授業料だけじゃなくて食費住居費までも全額免除の対象が日本円で1550万、そういう世界になっちゃってるわけですよ。ところが日本はですね、103万円の壁を29年前に固定してるから、当時だったら税金取っていない世帯の人たちが今対象になってインフレで貨幣価値が落ちて、今の103万円って当時の90万円の価値もないでしょうから、そうすると本来ならば所得税その他免除されるべき人たちから税金をガンガン集めてるわけだから、それでそれに応じて高給取りの人たちも税金増えてますから、今その地方の税収が足りなくなるかもしれないとかなんかいろいろ議論になってるじゃないですか。本来取りすぎな分を使うのに慣れちゃってるわけですよ。その構図をまず思い出さないといけないよねっていうのと、もう一つね、今回発表された政府の経済対策って合計39兆円なんですが、まあ、この39兆円の中には民間が出すお金とかいろいろ入ってますんで、政府の財政支出が10兆4000億円なんですよ。事業規模が19億、いいですか、これがねニュースで言うと、ほー、なるほど、財政支出が10兆4000億で、事業規模が39億なんだとか、こうニュースで聞いてもよくわかんないじゃないですか。はい、はい、でもねちょっとここで想像してほしいんですが、日本国民、まあ、1億だいぶ人口減ってきても1億2000万人台いると思いますが、まあ、計算しやすいように1億人としますね、はい、1億人赤ちゃんからお年寄りまで全員に1万円ずつ配るといくらかかるかっていう話ですが、うんうん、いくらかかりますか？1億かける1万だから1万、はい、ゼロが何個つくんだ。いやいや1億、1億、あ、じゃあまあ1円にしましょう。1億を1円、1億人に1円ずつ配るといくらになりますか？1億円。1億円ですね。じゃあ10円配るといくらになりますか？10億円。10億円ですね。100円配るといくらになりますか？100億円。100億円ですね。1000円配るといくらになりますか？1000億円だ。1000億円ですね。じゃあ国民全員赤ちゃんからお年寄りまで1万円配るといくらになりますか？1万億円じゃなくて、1兆円。じゃあ10万円ずつお年寄りから子供まで含めて赤ちゃんまで含めて10万円ずつ1億人に配ると10兆円でしょ。つまり今回の39兆円という経済対策っていうのは、国民全員赤ちゃんからお年寄りまで1人40万円配れる金なんですよ。
そう考えたら、はい、一体何に金使うつもりなんだと、うん、でおそらく今その39兆円っていう、まあ、政府の財政支出で10兆円ですけども、まあ、その物価高の対策費を合わせると15兆円ぐらいの金をみんな役所で取り合うわけですよ。取り合った役所は傘下にある関連団体とかいろんな陳情に応じて分けていくんだけども、国民全員に10万円ずつ赤ちゃんからお年寄りまで4人世帯なら40万円配ったってトータル10兆円で済む話なんですよ、うん、ところが今回の経済対策の事業規模が39兆円って一体何に使うんだって話ですよ、うん、結局のところ例えばコロナの対策ってやっぱり何兆円ものすごい金ばらまかれましたけども誰が儲かったかっていうとまあクリニックやってる人とか、うん検査やってる人とかマスク作ってる人とかむっちゃ儲かってて豪邸建てちゃった人も何人もいますよね。だけどいや本当に国民の生活のことを考えたら多分それじゃ役所は面白くないわけですよ。自分のところの省の利益にならないから、うちの省でこんだけの予算を何兆円確保してこれを傘下の団体にこうやっていい顔して配って俺の老後が面倒見ろよっていう世界ですよね。だけどこんだけの金を使うんだったらもうちょっと違う使い方あるんじゃないのっていう気がね、うんはい、なんかニュースで39兆円とかって聞くとおーすげえ金が経済対策に使われるんだななんだけども赤ちゃんからお年寄りまで1人40万円ずつ配れる金額なんだっていうのを認識した時一体じゃあその金はどこに消えてんだよっていう、どんな風にねちょっと頭の体操でもうわけわかんない金額になった時に国民で割った時1人いくらなんだっていうのはちょっと計算する習慣をつけたらちょっといくらなんでもこの金の使い方はないんじゃないのっていうことに気がつくと思います。感覚ねピンときますよね。さっきの計算も1億を何人って分かんないからじゃあ1円ずつ配ろうと1円ずつ配ったら1億人なら1億円だろうと10円なら10億だろうと100円なら100億だろう1000円なら1000億だろう1万円なら1兆円だろう10兆円ってことは1億人に10万円ずつ配れる金なのそれが10兆円だから、なるほど、はい、という発想で世の中で起きてることを考えた方がいいんじゃないの、うんうん、冒頭お話ししたように103万円の壁の引き上げってそれは29年間これだけインフレになって貨幣価値が落ちてんのに、はい、だけど問題はですね財源なしにこれをね、まあ、お金まくみたいなことをすると何が起きるかというと必ずお金の価値が落ちてインフレになります。だから現実に今物の値段がものすごく上がってますけどもその背景に何があるのかというと一生懸命お金まいたから当たり前の話だけどお金まいたらお金の価値は下がりますから、だからインフレになって物価高になると消費税 3% とか 5% とか 10% とかっていうよりも最近の物価の上昇の勢いの方がこの3年間でいうと激しいですから、いや消費税上がった分よりも物の値段上がってる方がはるかに俺らの生活厳しくしてるんだという現実にちょっとみんな気がついた方がいいんじゃないですかと私は思います。どうですか皆さんの周りの物価上がってませんか。なんか未だにデフレだデフレだって政治家言うわけですよ。ちょあんたスーパーで買い物したことあんのかと、うんうんうん、私は言いたい、はいはい、ズームオンでした、ちょっと早めに、まあ、早めでもないか、うん、今日ミスターロボットゆっくりお聞きいただく時間がまだありそうですかね、うんはい、大丈夫です、はい、ズームオンミュージックリクエストお送りしたのはテフテフさん名古屋の V さんナナちゃんさんポンポンさんゼック東京さん平塚のヤスドンさんクワトロさんスノーライダーさんアメンボマンさん影丸さんかよこさんヘイヘイさん MT929 さんウォーマティさん宇沢さんゆうちゃんパパさんドリームシャワーさんキアヌママさんアメコーヒーライターさん車とラジオさんたくさんぶっ飛びあんこさんクリントン20トンさんモモタンさんアクアフェリオさんグッチーさん清水のまさきさん愛知の A63 助さんヘクトパスカルさんクズハソースさんドロ太郎さん三橋のマイケルさん有馬二郎さんしましまライオンさん潮風ボズさんシンゴさん35人の皆様からのリクエストスティックスミスターロボット、ね、皆さんリクエストありがとうございました、歌詞にもありますけどね、うん、マイブレイン IBM コンピューター会社です、ね、私の脳は IBM で、うんうん、With parts made in Japan、ねえー、日本製のパーツでできているという、うん、そういう歌詞がありますけどね。だからどうもありがとうは日本語です、はい、どうもありがとうです、うん、1983年の曲ですからあの頃はやっぱりねロボットっていうと日本のイメージだったんですね。いやまさにそれから40年経って、はい、
まさかこの40年後は当時誰も想像しなかったかもしれないですが、はい、皆さんありがとうございました。リクエストどうもありがとうございました。さあお聞きの日本放送、この後5時35分からは小島夏子さんのお帰りなさい。明日の朝6時からは飯田浩司の OK 浩司アップです。コメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん、6時台の後半からは国民民主党の新葉和也幹事長がスタジオ生出演です。自民公明国民で調整が進む103万円の壁はもちろん生活に直結する政策の話も伺うそうです。午後3時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストは笹川平和財団の畔蒜泰助さんです。ウクライナがアメリカ製の長距離ミサイルで初攻撃、ロシアが支配地域の拡大を加速など、ウクライナ戦争の現状にズームしていきます。今週、今日はまあ月曜日ですから週間予定というのがいろいろありましてね、はい、火曜日にはアメリカの連邦公開市場委員会11月6日7日開催分の議事要旨が公開されたり、それから台湾の頼清徳さんがですね、マーシャル諸島、マーシャル諸島って一つの国なんだと改めて思ったのは、私太平洋側の帰りがけマーシャル諸島に寄っていこうかな、疲れ果ててそう一瞬思ったことがあったんですが、まあまあそんなことはともかくとして、ここまでの相手は辛坊治郎と増山さやかでした。また明日。